しもし。はい。すいません。ですね、新聞の記事の内容についての、はい、質問があるんですけれども、はいはい、こちらの電話番号でよろしかったでしょうか。申し訳ありません。では、記事内容についてのお問い合わせ部署の電話番号をご案内いたしますので。あ、そうですか。ちょっと待ってくださいね。はい、はい。ちょっとメモ紙を用意しますから。はい、お願いいたします。すいません、ちょっと調べたんですけど、わかんなくて、ごめんなさい。大丈夫です。こちらでご案内できますので。はい、はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、申し上げます。03-03、はい。6910。10、はい。2201。2201。復唱します。はい。03-6910-2201。で大丈夫ですか。はい、わかりました。どうもすいませんでした。はい、失礼します。はい、6910-2201。もしもし、はい、ちょっとお声が遠いようなんですけれども、はい、あ、すいません。新聞記事の内容についての質問はこちらでよろしいですか？はい、こちらで受けたまわっております。すいません、先ほどそちらの部署のお名前が聞き取りにくかったんですけど、はい、読者応答室と申します。読者応答室ですね。はい、はい、わかりました。ですね、私この東京新聞読者応答室宛てにですね、はい、最近近日で3回ほどメールを送らせていただいているんですけれども、はい、名前はと言います。ではなく、さしすせそのすです。はい、私のその内容の文面とかやり取りとかの資料、そちらでまずテーブルに置いていただけませんかね。はい、はい、お願いします。音ちっちゃいな。音どうやって大きくするんだろう。これかな。なんか違うな。しょうがねえな。うるせえ。もしもし。あ、はいはい。もしもし、お電話参りました。読者応答室の人と申しますけれども。はい。はい、そうです。お電話いただきありがとうございます。あ、いえ。ですね、はい、何回かメールでやり取りさせて、ね、はい、いただいて、はいはい、
はい、お電話の方がちょっと手っ取り早いのかなって思いまして、はい、あのお電話差し上げたんですけれども、はい、最後に私が、送った質問ありますよね、はい、これで、記者が、はい、この記事の内容を誤解を招くような内容であったかどうか、自覚が終わりかどうかということをちょっとお聞きしたいんですね。ええ、結果的に、はい、誤解するような内容を書いてしまったなっていうふうに思っているか思っていないかっていうところですね。それは思っていないですね。思っていない。どういうところでそのいやいや誤解なんかさせるようなこと書いてないぞっていうふうにお思いになってらっしゃるんですかね。確信という、ページですよね。確信についてお話しされてると思うんですけれども、そうですそうです。確信というコーナーはですね、ええ、毎日毎日記者が思うところを書くページなもので、他の新聞記事、事実を述べる新聞の他の記事とは別と考えていただきたいと思いまして、まず、ええ、そうだったんですか。はい、いやちょっとそれは知りませんでしたね。そうですか。つまり余録みたいなもんなんですか。余録ではなくてですね、新聞記事というのは、はあ、事実が判明したとか、発表があったというものを書く、そうですよね、新聞記事なんですけれども、確信というコーナーはですね、そういう記事といいますか、そういう取材をした上で、自分のこう考えた論を述べるコーナーなんですね。そうなんですか。はい、それは読者はみんな共通の理解として認識しているんですかね。毎日読んでいただける方ならお分かりいただけると思うんですけれども。ああそうですか。私うち毎日新聞なんですけど知りませんでしたよ。それは毎日読まれてないからだと思うんですよね。毎日新聞を毎日読んでいないからなるほど。新聞の革新というコーナーですね。はいはいはい、分かりました、はい、そういうコーナーに書かれていた内容だったから、まあ、ある程度事実には基づいているけれども、あとは記者のその、が思う今後の可能性とか、そうですね、そういうことを語るコーナーだったから問題ないと。そうです。ああなるほど、わかりました。そうなってくると後の質問もちょっと内容変わってきますよね、私の方もね。では訂正記事を掲載する気はないというふうに2枚目の回答ではいただいてて、つまりそこにつながってくるわけですね。はい、そうです。なるほど。じゃあ、ある程度私の質問はこれで終わりなんですけれども、最後にですね、はい、もう一度そのコーナーは、先ほど言ったように記者の個人的見解を書く場であると。事実に基づいたって意味ですよ。事実に基づいた上で、上で主観が入る。そうですね、はい。場であるということを広く告知するべきではないでしょうか、ね。それは新聞を読んでる方にならお分かりいただけることなので、お金を出して新聞を読んでください。毎日毎日。そういうものは考えていません。この内容がピンポイントに抜粋されて世に出回るっていうことはありえますよね。誤解を受けると今こちらでは読者を前提に記事を書いておりますので、そうですよね。その方がアップしたものに関して言われましても困ってしまう。そうですよね、困ってしまいますよね、はい、困ってこういう内容の電話とかっていうのは私以外でも来ていると思うんですけれど、私が思うんですけれども、はい、いちいちこういう電話受けるのって大変じゃありませんか。言われのないことを毎回こうやって電話されるのってすごく東京新聞さんからすれば、はい、大変な作業ですよね。そんな大変じゃないですので、私こういうこれが仕事だから私は別に大変ではない。はい、あそうですか、はい、ああ私東京新聞さん大変な思いされてるんじゃないかなって思ってちょっと心配になっちゃったんですけど。あそうですか、はい、わかりました。はい。じゃあ、私の質問はこれで終わりなので。はい。はい。どうもありがとうございました。誠意ある対応ありがとうございました。はい。はい、失礼いたします。はい。
はい、ありがとうございました。